はい、こんにちは。今日もね、よろしくお願いします。で、てっぺんのデッキなんだけど、今回紹介するのはね、この3色のコーデッキ。で、このデッキのコンセプトなんだけど、このバージルと、これね、このバージルと、このヘルラスト。この2匹がね、高音の攻撃力プラス1を持ってるんで、こいつをね、めっちゃ育てて速攻で倒すデッキです。で、まあ、だいたい30秒かね、40秒ぐらいで型がつくんだけど、まあ、初手ぐらいにこの2体、どっちかを出して、で、ひたすらね、この突進とか三角飛びとか、まあ、なんでもいいんでね、1コストのアクションカードを使いまくって、育てていくと。だいたい攻撃力6、7ぐらいになったら、この昇竜拳がね、打てるんだよね。で、フックショットで空戦与えて、昇竜拳かまして、で、あとこの突進使って一気に畳みかけるみたいなね、簡単なコンセプトのデッキとなっております。で、これユニットが結構少なくて、事故る確率が高いんだよね。なんで事故らないようになるべくね、デッキを回すっていう目的で、この吹き荒れるサージン、味方ヒーローにシールド付与。これとか、あと余地とかね、こういうのを使って、まあデッキを回してね、なるべくユニットカードを引くみたいな、そういう感じかな。で、このデッキの弱点なんだけど、あの黒の除去カードにはめっぽう弱いっすね。で、まあ除去に対抗するにはもうこれ使うしかないです。隠されたシーン。これをね、2枚突っ込んでるんで、まあ、これをバンバン使ってね、除去には対抗していきましょう。で、だいたい決着がつくときっていうのは MP がね13か14ぐらい溜まったらだいたい決着つくんで、この昇竜拳が確かそんくらいなんだよね。だから相手が長飛使う前に決着つけてるんでね、そこがかなり強みとなっております。で、早速ね、じゃあプレイ動画の方見ていくんだけど、一応 QR コードここに出しておくんで、よかったら使ってみてください。ではゲームの方見ていきましょう。で、1戦目か、チュンリー。チュンリーは結構ね、戦いやすいんだよな。さあ、手札微妙だな。まず手札交換して、あとシールド貼って、どんどん手札回していきましょう。シールド貼っていく。おヘルラスト来たな。こいつが重要。こいつを出せばね、もうあとは強化していくだけで勝てますんで、早速強化していきましょう。まあね、緑とかね、赤相手は結構楽なんだけど、このデッキの苦手なのはやっぱ黒のね、ウェスカー系が苦手ですね。まあ除去されるともうどうしようもないんでね、まあ、唯一対抗できるのが、打ち消しか。打ち消しが2枚入れてるんで、それで対抗するしかない。さあ、強化していく。で、まあ、速攻で、即時攻撃があるんでね、まあ、じゃんじゃん使って相手のライフをね、あらかじめ削っておきましょう。で、上がなんかめっちゃ強い感じになってるけど、まあ、スピードだとね、こっちの方が全然勝るんで、気にせず、倒していく。すげえな、もう序盤で9分の12出てくるとは思わなかった。さあ、シールド貼ってダブルシールド。おで、この赤のね、1コストのやつ、攻撃力2上がって HP が2下がるってやつなんだけどね、これもガンガン777だったらもうガンガン貼ってっていいね。で、これで昇竜拳が打てるんで、速攻昇竜拳打っていく。これで連撃入れて、で、即時攻撃を使って、これでね、相手が何もできなければとどめですね。という感じで、もう速攻でね、相手を倒すっていうデッキ。まあ、まだ相手がね、長飛溜まる前に倒せるんでね、それがこのデッキの強いところかな。さあ、次行ってみましょう。ロックマンか。ロックマンもね、比較的楽かな。まあ、除去系使ってこないデッキは楽っすね。さあ、手札が、バージルがいるんで、バージル出して、どうしよう、これヘルラストを出しておくか。ヘルラスト出しておきましょう。
で出して2名体制でこう使っていく。さあ手札交換。ヘルラスト3体いるけど3体目出すまでもないか。あ、いいね、これ出してくれるんだったらこうつけていく。で結構1コストのねアクションカードが多いんで、それをバンバン使っていくとね、相手があのアクション用の MP でなんか魔法を使ってくれるんですよね。そう使ってくれるとチャンス、こっちの2コストのアクションカードを重ね掛けしていくみたいなスタイルですね。相手が、相手使わないかな、これはおそらく使わないんで、どんどんね1コストのアクションカードバンバン使っていきましょう。さあ HP 回復のカードでヘルラストの HP を底上げしつつ、ここで攻撃力を上げていく。で57なんでね、でそろそろ昇竜拳が見えてきた。さああと1個使って、これでいいかな、これ使って昇竜拳入れてからヘルラストに即時攻撃、多分これでいけますね。さあここで昇竜拳入れて、はい、で即時攻撃をしていく。完璧ですね。これでライフ18与えて、さらに上のバーシルが通ればその場でゲームエンド。よし、で7点入って勝利と。結構ね展開が早くていいっすねこの電気は。あと結構アクションカードをねバコバコ使えるんでね、やってても楽しい。リオレウスか、除去系がな結構きついんだよなレウスは。手札、手札まあまあ。さあバーシルを速攻出して、まあこう使って、どうしよう、ライフ、まあ、除去系が怖いんでね、先に HP を回復していきて、さあ相手を早速、うわ攻撃力を上げてきたか、どうしようかな、打ち消そう。いきなりやられるときついんで、ここで遠慮なく遠慮なく使う、 HP を惜しまずにガンガン使っていく。でこれはライフ、ライフでシールドか、ヒーローにシールド貼って、まあ、もう一枚貼っとくか。でさらに重ね掛けかな、これは。あ、いいね、手札効果が来たんでさっさと回していきましょう。大打ち消し、2枚目の打ち消しが出てきた。まあちょっとね、ああれ倒されたんだが、まあいいか、まあ、幸いねバーシル2体にヘルラスト1体いるんでガンガン押していきましょう。でここで昇竜拳がたまる。この時点で相手のライフ削ってないと結構きついんだよな。どうすかな、ヘルラスト出しつつ、いや厳しいな、シールド系の手札が回ってこない。さあヒーローにシールド貼って、ああ一応昇竜拳使っていこう、じゃんじゃん使っていきましょう。まあ多分ね、もう一回溜まると思うんでね、この感じは。あ、やべこれはミスですね。これやっちまった。昇竜拳当てたヘルダストを自ら破壊していく。いやー、バーシル頼みだな。まあ、手札のバーシル出して、お、シールド来たんで、早速貼っていきましょうか。いや、先にこっちでいいな。相手がなんか技出してきたらそれに重ね掛けしていくっていうのもありかもしれない。だがちょっと危険なんで。おお、間に合わない。ちょ。いやー、そういうのもあるからな。先にやっぱ貼っておいた方がいいな。まあ別のラインにバーシル出して、これは即シールド貼ってった方がいいのか。さあシールド貼って、ね、この時点で15、30。結構後がない。ユニットカードもね、そろそろないんで、しかも勝利券が溜まっていく。これは飛行だな。飛行与えた。あ、いいね、いいね。結構回ってきたぞ。
HP 回復の蜂蜜も回ってきてるんで、これをね回しつつ、さあ蜂蜜与えていく。お、さらに蜂蜜をドローした。相手が違うラインに出してくるんで、ここは遠慮なく突貫させましょう。でさらに一発で、そろそろ昇竜拳だな。で直接通りそうなんで、ここで勝利点を入れて、でね、手札見てください。即時攻撃が2枚あります。さあ一発入れていく。これはスピードいいね。かなりスピード勝負な感じで、速攻溜まって入れていく。おお、危ない。これで通れば勝ちだね。そんな打ち消しもあるし大丈夫でしょう。はい、ということでリオレウスなんとか。いやー、これ結構ギリギリだったな。これだいぶ危ないっすね。ほぼほぼ負けみたいな感じだったけど、なんとかねギリギリ勝てたんでよかったです。さあ、見ました。お、 B1 のモリガン、テンプテーションモリガン、停止モリガンかな。で手札、バーシルいるんで、まずこいつ一体を即時出して、まあ蜂蜜なりねシールドなりバコバコ受けてみましょう。さあシールド貼って、で相手がモリガンだったら多分手札交換のあれ出してくると思うんだけど、うわ打ち消しか、シールド打ち消し、どうしよう。シールド打ち消しだったら、まあ蜂蜜でも、シールドなら別に打ち消されても何でもないんだよな。はい、ということで蜂蜜とシールドをさらに突っ込んでいきましょう。でも引く方の方がいいな。おっと、相手のあれはなんだ、レイレイか、停止を受けた。で念のためシールドを入れていく。飛行が3つもある。まあ1個入れておこう。飛行つか空戦ね。さてどうすかな。停止食らってるんで、今のうちにシールドか蜂蜜か、もっとヒーリングを入れていきましょう。いやー、相手のねモリガンの AP 溜まると停止されてね除去されちゃうんで、なるべく早く倒しておきたい。うわ、これだよダークホールド、きついな。まあガンガン、これはねちょっと打ち消さなきゃいけないんで。で勝利券が溜まっていく。さあ勝利券一発入れて、で即時攻撃を入れていく。完璧ですね。展開が早すぎる。でこれを除去していくと、完璧すぎる。これ通れば勝ちでしょう。はい、打ち消して即時攻撃を入れて勝利。いや30秒だ、30秒で勝った。これぞ3色攻防、楽しいっすね。はい、そういう感じでね今回は3色の攻防デッキを試してみました。ちょっとね最近3色のデッキ楽しんでね、まあ最近アップデー、もうすぐアップデーか入ると思うんだけど、どんどん3色デッキ作っていこうと思うんでよろしくお願いします。下げました。ネルギガンテか、黒結構苦手なんだよな。どうすかな。ちょっと待って、ユニットがない。いやーこれ結構ねこんな感じで事故るんですよ最初の方で。手札交換してこれにかける。手札交換して、お、やばいな。これポケットにユニット来なかったらもう終了だわ。あー、はい、ギブ。これはもうね出せるカードがないんでどうしようもないっすね。諦めない。いや諦めましょう。ということで次
お、竜と竜だな。しかも相手も滅昇竜拳。さあどんなの、ちょっと待てよ、これはまずい。はい、ヒーローのシールド、あー終わり、はい終わり。こうまあね、結構ね事故率が高いんですよねこのデッキ。いやーきついな。